はい、今回はですね、ニューシャトルの情報が2日ぐらい前に公式ウェブの方で載ってたんで紹介していきます。もう5月10日に発売するってなんか告知してますね。もう最近ホンダの普通車は売れてないんで必死さが伝わってくるわけなんですけど、デザイン一新、洗練と上質のニューシャトル、まあ、スタイリングをリニューアルしてインテリアも上質になったと書かれてます。で、全タイプにホンダセンシングが標準でつくみたいですね。で、他にはスポーツハイブリッドの IMMD を採用して、全タイプに四駆の駆動ですね、選べるように設定したとも書かれてました。で、さらに洗練されたエクステリア、新型 CR-V とはインサートと同じようなハイブリッドシステムですね。おそらく磁気型フィットにも採用してくると思うんですけど、一新されたって書かれてるんですけどね、見た感じどこが変更したのか、フロントグリルも同じですし、あ、バンパー周りといいますかフォグ周りは変更されてますね。だから本当にオーナーの方しか気づかないと思うんですけど、もう少しホイールベース長くしてサイドから見てもかっこよくしてほしかったんですけど、5ナンバーサイズなんで仕方ないですね。だ、写真が掲載されてるんで、ここは変更されたんでしょうかね。ホイールのサイズとかデザインとかギアランプとかフォグの形状とか、ドアノブに関してはマイナーチェンジ前は確かボディ色と同色だったと思うんで、そこら辺シルバーメッキを使って一新されたんですかね。で、インテリアも変更されたらしいんですけど、この写真を見る限りにどこが変更したのか、パネルとか吹き出し口ナビ、この使い勝手の悪いエアコンパネル、シフトノブ、カップホルダー、スイッチ、メーター、ステアリング、ドアトリム、変更したように見えないんですけど、かっこいいですね、シャトーのインテリアは。まあ言い方悪いんですけど、ホンダ車の普通車の中ではヒットの次に安物の普通車なんですけど、コスパいいですよね、このインテリアを見たら。荷物もいっぱい詰めて車中泊も余裕で、で、写真が掲載されてるんでインテリアに関してもここは変更されたんですかね。メーターとか吹き出し口周りとかドアトリム周りとかシフトレバー周りとか、よいしょ。で、最上級のハイブリッドの Z のグレードに関してはメーカーオプションでレザーシートが選択できると書かれてます。前チェーン前はコンビシートでしたっけ、確か忘れたんですけど、いや、シャトル欲しいですね。ホンダセンシングが衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外逸脱抑制機能、クルコンに関しては NBOX とかフィットとかと同じような30キロ以上115キロ以下の追従式のクルコンだと思います。まあ、全車速ではないですよね。で、レーンキープ、先行車発進、押し合わせ機能、で、標識認識機能、オートハイビームは確か前チェーン前はなかったと思うんで、これは新設定されたんですかね。オートハイビームつけるんだったら後方誤発進抑制機能も
つけてほしかったっすよね。いまだに NBOX より性能低いことになりますね。クラス最大570リッターめちゃくちゃ広いっすよね。で2名乗車の時が1141リッターもあるんすね。かなり広大なラゲッジスペースとなっています。もう本当にリアシートを前に倒したらフルフラットになるんで、すぐに車中泊もできていいですよね。低燃費とハイパワーを両立したハイブリッドシステム、すべてのタイプに4駆をラインアップ。 IMMD ではなくて IDCD なんですね。でここら辺がメーカーオプションで標準装備でついてくる部分ですね。ハイブリッドが無印の廉価で、で X が中間グレードで、廉価だったらハロゲンなんですね。あとシートヒーターもついてこないみたいなんですけど、まあ売れ筋は X でしょうね。 Z は高いですからね。木目調パネル、特にこれといった欲しいようなオプションがないんで X でいいんじゃないですかね。でガソリン車の方がまあ従来通りの G しかないですね。ガソリン車の方はちょっと燃費が悪いんで、やっぱりハイブリッドの X がいいんじゃないですかね。で後部座席変わりましたかね。ちょっとこのリアのアームレストの部分がピアノブラックになってるような、本当にお金があるんだったらシャトルハイブリッドの Z が欲しかったんですけど、まあお金がなかったんでガソリン車のフィットを購入したんですけどね。でボディカラーが8色、この緑色ってありましたっけ。でシート表皮がレザーとコンビシートとファブリックシートですね。廉価がファブリックで中間がコンビシートで、最上級にオプションとしてレザーシートが選択できるようになっています。まあそんな感じですね。だから見た感じ特に大きな変更点というのはない感じです。はい、ということで今回は新型シャトル、磁気型シャトルの内外装と変更点について紹介しました。